どうもこんにちは、りょうまです。お気づきのように背景が変わったの分かりますでしょうか。そうなんですよ、僕は引っ越したんですよね、実は6月から長野のその仕事場に近いところに引っ越して、まあ前までは実家にいたんですけど、ちょっと引っ越して、仕事場に近いところから通うことになりました。まだね片付いてないんですけども、ほらまだ完全に片付いてないのでちょっと散らかっておりますけども、まあ片付いた折にはルームツアーでもしてあげようかなと思います。結構いい感じの部屋ですよ、なかなか。まあ引っ越しも大変でしたけども、これでね心機一転とまではいかないですけども、仕事の方も頑張ろうと思いました。で、俺はこの引っ越すという事実を友達にも誰にも言ってないんだよね。まあ俺もいつもの癖でそういうのはあんまり人に言うのが苦手なんでね、こうやって動画で一気にこう言うっていうのがね俺のスタイルでもあるので、まあ仕事辞めた時もそうですけども、引っ越しましたんで僕はもう実家にはいません。なんで地元の友達とか遊び来るといいと思いますよ。それだけです。片付いたら紹介します。では。